なんでここやねん。焼肉ならもっとええ店あるやんか。麻布とか六本木とか、それこそこの近辺にも。せやのに、なんでよりによってこの店なんや。喋ってんとお前も食え。シャバ最後の飯がカムロ町の、それも行きつけの店やなんてほんま惨めになってきたわ。なんで惨めになるんや。ほら早くあんと焦げてまうで。お姉ちゃん、ホルモン追加や。はい。最近食欲ないね。特に脂っこい肉は胃が受け付けん。カルビ一枚で白飯一合食っとった時代が懐かしいわ。もうあん頃には戻れんのかの。毎日がギラギラしとったあん頃には。はい、ホルモンです。何アホぬかしとるんや。ほら食え。なんやこれ、丸焦げやないかい。そのホルモンと同じや。俺もお前も。あ、肉は焼きすぎたら刀ってもて食えたもんやない。そやけどホルモンは違う。焼かれてこそ価値があるんや。あ、焼かれて焼かれて真っ黒なるまで焦げて油落として味磨くんや。おう、うまい。ほんならこれはどうや。うえ、なんやこれ、生焼けかいな。ペッペッ、食えたもんやない。そうや、生焼けのホルモンくらい食えへんもんはない。あ？もっと焼かれなあかんのや。俺らはいくら着飾ってもいくらええ生活しても所詮ヤクザ。育ちのええ肉とはちゃう。俺らはホルモンみたいなクズっちゅうことか。そうや。せやから俺らはもっと焼かれなあかんね。焼かれてへんホルモンはただのゴミやからな。ゴミは焼かれて焦げて真っ黒なって、そんで初めて意味がある。極道はそんな当たり前のことも忘れてしもた。だからお前はもう一回勤めに出ると約束したんや、桐生と。東条会をもう一度強くするて。そのためやったらあと1年や2年自分役くらいの覚悟はある。兄弟、俺が戻ってくるまでの間、お前しっかり店守っとけ。あの若い料理長そばで支えたり。大吾ちゃんのことか。あいつはええ腕持っとる。せやけど今あいつの周りは生焼けの連中ばっかりや。確かにな、今の登場会は組員の数やったら過去最大の規模になっとるが、その大半は戦争知らへん。肩に崩れの中途半端な連中ばっかりや。
今もし近江との戦争でもなってみ、逃げ出すんが関の山やろな。ヤクザ気取って商売すんのもええ、せやけど金だけで生き残れるほど極道の世界は甘ない。最後は力や。せやからそれまで俺らが支えるんや。それが俺らが今もここにおる理由やからな。せやな。よっしゃ、ほな俺も腹いっぱい食うとくか。あ、はよ食べんと燃えかすになってまうやろが、いくらゴミ言うてもかすになってもうたら意味ないねんで。な、くそ、人がせっかくやる気になったっちゅうのに。おい姉ちゃん、特上ホルモン追加3人前。あ、いや10人前や。早よ持ってけ。